驚かせてごめんなさい。あの、あなたは誰？あ、待って！最初で最後の贈り物だ。お前は俺の叶えられなかった夢を叶えてくれ。ゴーセル。Thank you.
ルドルの金髪は膝下の長さなのに、第5章では全身甲冑を着て戦う。こんな髪じゃ甲冑の邪魔だよ。すっごい。どうやったの？ゴーゼル、あなた魔法使いなの？僕は魔法使いじゃないよ。僕は魔法使いに作られた人形だよ。え？人形？これは人形の僕のために、彼が心の魔法を詰めてくれた魔法の心臓なんだ。どうしたの？